my God.20世紀末日本 GNP 第1位名実ともに世界一の経済大国となったこの国は世界中枢をもコントロールする存在へと成長してしまった。だがそれに反感を持つ多くの国際テロリストは日本に上陸を開始、政財界の要人を標的とする非道かつ残虐なテロ行為が白昼連続して勃発した。それは経済大国日本を容易に揺るがすほどの事態だった。治安が乱れ、世界経済の破綻の第一歩が始まっていた。その事態を憂慮した日本政府は1989年に公安傘下内の対日本赤軍捜査官を中心に32名の国際テロ犯罪捜査課を結成。一方ソウルオリンピックを皮切りにアジアでの過激な武装テロ犯罪の多発により1990年に公安四課内の共産 G メンのエリートを中心に警視庁外に優秀な人材を10名集め対武装テロリスト部隊を編成した。彼らは通常公安とは違い階級は与えられていない。ただし殺人許可、フリーマーダラーを暗黙のうちに与えられている。彼らの部下名は特殊公安である。滝さん、緊急通信が入っています。誰からだ？はい、それがライデンとか。礼を。何か分かったか？ロケット弾を発射した車を現場から4キロの高速上の路肩で発見しました。車種はポルシェ911、色は白。持ち主はタレントの俵俊博。2日前から海外ロケで日本にはいません。その間に盗難にあったと思われます。それからハイウェイパトロールの報告書で気になったところがあります。犯行時の停車時間が午前2時半から午前4時半の間の2時間。この時間よく高速の路肩でタレントの車が止まって相引きしているので取り調べを怠ったそうです。今回のテログループはかなりの情報網を持つ大掛かりな奴らしいということですね。分かった。お前は都庁へのテロを警戒しろ。私は成田へ向かう。また単独行動ですか？新人を現場で待たせてある。合流しろ。了解。おい、こんなところで無線を使うな。赤い5月に傍受されたらどうする気だ？この無線機の周波数は軍用の特別なものです。傍受はできません。お前うちの課のものじゃないな。軍の人間か？いいえ。何？この山はうちの課の仕切りだ。部外者は立ち入り禁止だ。邪魔だからとっとと帰れ。言われなくても帰りますよ。ちょっと待て。まさか分野じゃないだろうな？見えますか？分野に。だったら警察手帳を見せてみろ。職業病って嫌なもんですね。生意気な。どこの課の若造だ？ん？これは警察官の階級証そっくりだが何も印刷されてない。まさかこの若造が。分かったら手帳を返してくださいよ。急ぎますんで。こいつがあの505事件でその課の存在が一般に発覚した特殊公安。
自分なら今年度入社の人間を洗いますが。お前の考えは聞いていない。言われた情報を正確にハッカーすればいいんだ。了解。2年前から5年前のデータをそちらへ回します。しかしこの5年間の空港労働者だけでも900人もいるんだ。桑田さんもよくやるよな。そうね。今回の須山は日本のテロ組織の体制を大きく左右させるほどの大物よ。付け焼き刃の策は取らないはずよ。これにしちゃ腑に落ちんな。須山一人のために大使館や証券取引所を陽動か。話が逆さまだよ。しかも成田で須山を奪還、今までの赤のやり方じゃない。あ、大将どうだ。この計画はどうやら5年前から立てられたようだ。これを見てくれ。警備員4人、整備員2人、スチュワレス1人、うち2名が5年前入社か。赤い5月系でここまで大掛かりな計画は、状況を信じるなら共産国家のエージェントと結びついた極左グループだろうが、やり方を見ると今までとは全く別のテロ組織と考えた方がいい。どうする、大将。こっちも陽動だ。はじめに奴らの出方を見る。そして私がヘリで直接須山を警視庁へ護送する。桑田はシチュアレス、ハッカーたちには特攻車で立原の護送車を護衛させる。ライデンたちは予定通り証券取引所だ。今回は嫌な予感がする。新入りは何やってんだ、まったく。はあ、時間切れだ。ごめんください、トモトガスです。今あいにく社の者が出払ってまして、後日にしていただけますか。年に一度のガス漏れの点検です。通知が来てたはずですが、明日というわけにはいきませんので。あ、それに 2,3 分で済みますから。わかりました。動くな。テロ準備集合罪で全員逮捕する。いるのは分かってるんだ。出てこい。動くな。銃を捨てて手を挙げろ。これで全員か。なんだと。手入れに一人で来る警察がどこにある。窓を見てみろ。リタイアロトーロ。やろ、出てこい。だから動くなって言ったんだ。足が俺の足が。後ろの箱からランチャーが覗いてるぜ。ポルシェのやつと同じか。証券取引所の目の前でシャーシャーと。おい、時限装置はどこだ。足が、俺の足。女だ。捕まれ犬野郎。体に2発、頭に2発。この撃ち方は確実に相手を殺すコロラド撃ち。一体何者だ。自分の腕に自信を持つのは結構だけど、よくそんなことでこの仕事が務まってますね。女、まさか。コードネームエンゼル、本日付で特攻配属になりました。俺を助けてくれたことには礼を言うが、何も殺すことはなかったんじゃないのか。え、そうだろう。私たちの任務は一人でも多くこいつらの動きを止めることでしょ。これだけは覚えておけ。俺たちはな、殺し屋じゃないんだ。け、正義ごっこかよ。笑わせるぜ、ひよっこが。警官崩れの人殺しが。
俺たちのやろうとしていることもわからないくせに。言ってみろ、そのやろうとしていることを言ってみろ。日本は平和すぎたと思わないか。あまりに自分の国の事情に関わりすぎたとは。この国はもう行くところまで行ってしまった。何をしたらいいのかわからないようなどん詰まりへな。俺たちはそこからみんなを救い出してやるんだ、この腐れ切った国からよ。私はお前たちの思想に興味はない。洗脳されやがって。洗脳だと？これは私が選んだ生き方だ。忘れるな、お前たちがどんなにお題目を唱えて幻想を追っても、現実にこの国を守っているのは私たち特殊公安だ。それともう一つ、さっきの女のようになりたくなければ、下手な時間稼ぎはやめて、隣のやつにナイフを捨てさせな。ナイフを捨てろ。あんたらが噂に聞く特攻だったのか。負けたよ。に気づかれました。爆発はそちらから誘導でお願いします。大将、例の市長はですが、入出国ゲートのドレッサールームに小型時限爆弾を仕掛けた。一応爆発物処理班を回しておいた。まだ何かありそうなので、このまま尾行を続ける。わかった。ハッカーたちは成田で何が起ころうと私の指令を待て。すさまじい警戒の中、今赤い5月の長と言われた国際的大物極左テロリスト須山武を乗せたジャンボジェット機707便が見えてきました。着地態勢に入っています。今無事にシーカス道路に着陸しました。707便が32番ゲート前に止まりました。警戒厳重な中、タラップが横付けされました。今エアロックが開きました。須山武がタラップに姿を現しました。その顔はさすがに憔悴しきっています。その後ろから逮捕当時、須山と行動を共にしていたといわれる日本人青年が降りてきます。彼については立原という名字しか分かっていません。須山は国外に逃れて20年、しかしついに潜伏先の東南アジアで、わー、急げ、早く護送車に乗せろ。うわっ、あっ、動くな。うわ、手を上げろ。須山さん、早くヘリへ。どけ、前に来い。今からこのヘリを赤い5月がハイジャックする。いいか、ヘリが飛ぶまで全員その場を動くな。下手なことはするなよ、分かったか。教員は人質だ、追ってくれば殺す。うわ、ハッカー、受信機のスイッチを入れろ。ヘリがハイジャックされた。尾行してくれ。了解。ヘリを尾行します。ピース。了解。緊急配備だ。落ちて。大将。第一格納庫で護送ヘリのパイロットとナビを死体で発見した。それに例の警備員が見当たらん。まさか。そうだ、ハイジャックされたヘリにその二人は乗っている。じゃあ初めから泳がすつもりで。ヘリに発信機をつけておいた。一体なぜそんなことを。今は言えんが、どうも気にかかることがあってな。
なぜ奴を泳がせた。今回の事件は君らが扱うようなものではなかろう。未解決のテロ事件を追う方が先決と思うが。私は敵の本命があの立原という青年だったと考えています。つまり須山は入国の際に出しにされただけで、実は最初から立原を入国させたかった。それにしても立原がすぐ行動を起こすかな。それに今さらあんな無名な奴の一人や二人、どうせ共産圏のエージェントはこの国にあふれかえっておる。極左を隠れ蓑にしたからといって共産圏と結びついているとは限りません。特攻は今日本を陰で保護していると言っても過言ではない。君らは小さな事件にいちいち関わる必要はないのだよ。しかし立原の件、捜査一切は傘下の国際テロ課が引き継ぐ。君たちは先日の発電所ジャックの一件に関わってくれ。私の部下は相手を選びません。失礼します。いいか滝君、勝手な真似はするなよ。この国に危険をもたらす者、その全てが我々の敵です。ヘリを発見しました。はい、そうです、須山武史の死体だけです。それからヘリのフロントガラスに赤い5月立原とスプレーで書かれています。了解。滝君、よう、こんなところで奇遇だね。ああ、確か陸幕の市原だ。どうかね。何か。舞坂さんは君たちの人員増加を認めてくれたかね。ま、無理というものだ。特攻の過酷な任務に耐えられる警官などもういやせんよ。メンバー一人一人をもっと強力化したいとは思わんかね。あなたの噂は聞いています。自分は部下をモルモットにはできません。気が変わった時はいつでも訪ねてきてくれたまえ。まあいい、すぐに会うことになる。昨日の今日で来るものですか。日本経済の混乱を狙った無差別テロで第一の攻撃目標にされているのはここだ。ここが1日閉まると円がどれだけ下がり株がどうなるか知っているか。知らないわ。次長の言う通り、立原が新興勢力の中心ならやるだろうな。今日75代目のシロだ。身元確認だとサラリーマンだ。来るかしら。次長の読みは外れたことがない。エンゼル、もし敵が幼児を人質にしたらどうする。撃ちます。次に敵を撃つチャンスが来るとは限りませんから。幼児を殺してもか。当然の犠牲とは言いません。しかしそんな選択は初歩の初歩でしょう。そうかな。それなら俺たちのこれは一体誰のためのものなんだ。自分の正義という概念を満足させるためだけか。一体お前の正義は誰のためのものなんだ。じゃあ一体どうすれば我々の貫かなければならない正義は。さあな、昨日の一件でそう思っただけだ。玉突きおとりだ。俺は一般商店の営業者、今は練馬で配達中のはずだ。クリーニング車をチェックしろ。わかりました。しまった。おい、発進しろ。どうしたんだ。あれを見ろ、特殊公安だ。特攻の張り込みを食らった。たった二人じゃないですか。ビビらなくたって。分かってないな。早く車を出せ。気づかれたか。そっちへ向かった。頭を押さえて。
くれ。了解。逃げられないぞ。よし、そのまま加速しろ。かわせ。大丈夫か。かわされたわ。ライデン、俺たちは道を変えて先回りする。了解。ケツは俺が抑える。いいか、エンゼル、サイドからドライバーを叩け。オッケー。我々が怖いのは日本警察じゃない、特攻だけだ。奴らはあらゆるテロ活動を未然に防ぐ技を身につけている。この5年間、極左テロ組織は8つ以上が奴らに壊滅させられている。そのために俺が来た。借りは返せ。うわあ、奴らをフリーマーだと思っているんだ。侮るな。どけ、俺がやる。十分に当たってろ。今だ。よし、行くぞ。目標発見。間に合ったか。でも、ライデンたちと連絡が取れません。急ごう。エンゼル、動けるか。動けます。俺に構うな、行け。了解。冷たい女だぜ、まったく。さっきの奴らだ、引き返せ。ここで二手に分かれよう。逃げ延びてくださいよ。また会おう、同志。私がバンを追いますから、あなたは川に逃げた奴をお願いします。分かった。内側に潰れている。しかもぶつかった跡もない。なぜだ。ジダ、誰だ。人か。特殊公安対テロリストの戦いはより激しく展開されていく。そこに現れた人物、彼らもまたテロリストに対して戦いを挑んでいく。エンゼルコップ第2話、変貌都市、ご期待ください。
えて